皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。本日遊んでいくおもちゃはこちらでございます。ライダーキックスフィギュア、レジェンドライダーシリーズ、仮面ライダークロノス、クロニクルゲーマーです。はい、ブレイブとかね、他のライダーを差し置いて、先にね、ラスボスがラインナップされたんですけれども、まあ、エグゼイドと顔が似てますので、もしかしたら型をそのまま使用してるとこもあるのかななんて思ったりはするんですけれども、まあちょっと、まあ全然ね、クロノスも人気ライダーですので、全然いいんですけれども、まあおいおいね、ブレイブとかもちゃんと発売してほしいなと思っているんですけれども、そしてこちらですね、仮面ライダークロノス、まあ仮面ライダーエグゼイドのラスボスになるんですけれども、まあ、こちらのクロノスですね、ゲームデウスクロノスとか他の形態もありますけれども、おそらくこれ、RKF だとこのクロニクルゲーマー、まあこれだけがラインナップされるんじゃないかなと思っておりますけれども、まあ最終話はね、こちらの携帯で登場しましたので、全然十分かななんて感じしておりますけれども、今回こちら定価2500円のところ2200円で購入しております。それでは遊んで参りましょう。発売日に買ったのにさ、結局開けてなかったってオチだからね、中開けで開けて参ります。せーの、どうどん。おー、すげーぞ。すごいメッキだぞ。メッキ塗装なのか、まあ、パーツがメッキなのかな。はい、というわけで中身は仮面ライダークロノス本体と胸用のシールですね。そして交換用テクイパーツと、手持ち用のガシャコンバグバイザー、つまり、まあ、ベルトのね、前パーツとなります。まずはシール貼っていきましょう。はい、貼れました。それでは本体見てまいりましょう。基本グリーンベースのところに黒の塗装がね、こんな感じで入ってるんですけれども、それで胸と頭を表現しております。そして腕パーツは逆に黒のパーツをベースに緑の塗装を入れてるって感じですね。で、胸のね、このマークはまあ相変わらずシールで表現ですけれども、全然無理のない感じになってますね。で、全体的な塗装省きもほとんどないっていうか、まあ、ほとんどグリーンと黒での表現ですので、まあ全然問題ないって感じですね。で、ベルトは相変わらず塗装ありませんが、ガシャコンバグバイザーツバイすごい細かく表現されております。このグリーンのねベルト表現は初めてかな。で、手足ともにきちんと色も塗られてますね。まあ、足のねこの辺りはもうちょっと黒が入ったり本来はするんですけれども、全然気にならないレベルで表現されております。顔もね、あの相変わらず RKF 独特のこの髪の毛がとんがってない感じ表現されてはおりますが、それでもね全然いい感じですよ。で、後ろはいつも通り完全割り切りって感じですね。今回さ、ここがさ、ローブ調になってるから、このローブ調のここのモールド結構細かく入ってはいるんだけど、やっぱね、一周するもんだから、ここちょっと入ってると嬉しかったかな。まあ、しょうがないけどね。で、交換用のテクイパーツは開き手が左右一つずつ入っておりますので、ホームページに載っているような仮面ライダークロノスのポーズを再現することもできますね。そして手首パーツを元に戻してガシャコンバグバイザーツバイを持たせて、ベルトの部分のガシャコンバグバイザーツバイを外せば、このような、まあ、戦闘シーンのね再現をすることもできます。そして最終はエグゼイドとねライダーキックでぶつかり合うシーンありますけど、それも全然ね問題なく再現することができます。まあ正確には再現っていうか分かんないんだけどね、あのねエグゼイドはさライダーキックにエフェクト使いすぎてて、ポージングよく分かんない問題が僕の中ではあるんですけども、あ、しかもベルトつけてねえじゃん。ベルトつけてね、はいはい、こんな感じですね。いやでも全然かっこいいっすね。ちょっとエグゼイド持ってきましたけれども、最終はね、このライダーキックをお互いしてぐる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 回るシーンがすごい印象的でしたよね。やっぱラストバトルレベル2だったっていうのすごい今考えても超かっこいい演出でしたよね。やっぱクロノスのさ、この姿とぶつかり合うのは超かっこよかった。はい、というわけで今回は RKF の仮面ライダークロノス、絶命、絶版おじさんをご紹介いたしました。まあなんかね、作りは全然問題なくて、めちゃめちゃかっこよかったですね。色塗装の省きもすごく少なかったし、相変わらず遊べるなっていう感じしたんですけれども、ちょっと気になる点挙げるとすれば、このガシャコンバグバイザーツバイがね、ちょっと取れやすいかなっていう感じしますので、ちょっとそこだけね、ポージングさせるとき注意が必要かなって感じします。ちょっと指が当たっただけでね、ポロって落ちちゃいますからね。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。